コンクールデレガンスは世界各国のあらゆる組織、団体によって開催されている主に優雅さと美しさに基づいて自動車やその他の車両を審査する公開の展示会や競技会の総称である。本校では自動車を対象とした展示会、競技会について詳述する。フランス語であるコンクールディー・エリガンスのほかにイタリア語のコンコースディー・エリガンザ。 フランス語と英語を織り交ぜたコンクール・オブ・エレガンスなどが同義語として使用されている。一般的にはクラシックカーイベントの一種とされ、サーキットで走り込むミーティングや行動でのタイムラリーによるダイナミックイベントに対して、こちらは静止状態で集うためスタティックイベントとしてカテゴライズされる。多くの場合、モーターショーや自動車レースを筆頭とする一連の大規模な 自動車イベントの中における一行事として、また特にアメリカでは事前団体のための募金イベントとしても開催されている。あるいは小規模な地元組織やオーナーズクラブなどによって限られたメンバーの間で私的に催されることもある。古くはコーチビルダーにオーダーメイドで制作させた自慢の自動車を紳士宿所が持ち寄りその美しさを競うコンクールであったが、現代では転じて、 クラシックカーのコンディションや時代交渉の確かさなどを競うイベントとして認知されている。ただしクラシックカーといっても大会によって出場できる年式や分類は異なり一定の選考基準が存在する。大規模な大会では年式とテーマによって分けられたそれぞれのクラス内で審査と受賞者の選出が行われイベントラストにフィナーレとして総合優勝者が選出される といった形式が多く取られている。また他にも自動車メーカーがニューモデルやコンセプトカーを会場で発表することがあり、新型車発表会というかつての伝統を蘇らせる意味として、また新旧の美しい自動車をそれぞれの時代のファンに向けて発信する新たな文化交流の場としても機能している。車両の隅々までチェックする審査員。通常は 車両本体のコンディションや所有者の美的感覚などがその主な審査対象となる。ただしより権威のある著名な大会においては、車両の美しさだけでなく、個々の部品のオリジナリティやエンジンの挙動、さらにはレストアの経歴や車両独自のヒストリーまでもがその審査対象となり、それらは各国から選び抜かれたその道の専門家によって厳正に審査される。 そのためこの厳しい審査を勝ち上がったトロフィークラスの自動車には、それ相応のステータスと資産価値が付与されることになる。加えて著名な大会では、そういった破格な資産価値を持った出場者らのオーナーとして、世界各国から桁違いの富裕層や上流階級が会場に集う。それゆえに大会によっては、限られたごく一部のものしか入場できない日日にちを設けていたり、 ドレスコードを定めている場合などもある。中でも富裕層へ向けた自動車のオークションは、多くの大会で注目イベントとなっており、落札額も多く単位はザラである。時代錯誤な権威主義とも思える。この様相は、その一方では、伝統的な西洋の自動車文化を体現するもので、あり、それによって、大会自体を権威あるものとし、品位や優雅さを保守しているとも言える。あるいは、 単に旧体制時代のヨーロッパ文化に対するノスタルジアという面も強くある。1903年のコンクールデレガンスフランスを起源とする用語で優雅さの競争を意味する。その誕生は17世紀まで遡り、当時のフランス貴族たちが夏の週末と休暇中にパリの公園で馬車をパレードしたことに由来している。時が経つにつれて馬車は馬なし馬車。 となるが、それと同時にパレードは、車両の所有者間でのコンクールへと変貌していき、そのコンクールでは、車両のこしらえの豪華さによって、勝敗を判断するようになった。前述した通り、それらの所有者は、貴族や上流階級がほとんどであったため、こしらえには、気品や優雅さが求められた。そして、それが、外面的な美しさに内包する美の根源として、 大会における一種のコンセプトとなっていった。1934年に、フランスのダンケルクで行われたコンクールデレガンス優勝者。1938年に、フランスのカンヌで行われたコンクールデレガンス優勝者。女性ドライバー、ルーシー・シェルト。1920年代は、第一次大戦後の熱に浮かされたように、アメリカを発端とする、いわゆるジャズエイジの到来によって、 先進国には、強楽的な20世紀消費文化が開花していた。その中で、自動車には、空力とアールデコ、そして太りズモによる、速度の美の芸術思想から、流線型デザインという、新たなデザイン様式がもたらされた。この様式が自動車デザインの自由度を格段に、向上させたことで、欧米のコーチビルダーたちはこぞって、自動車美という新しい美を競い合い、 その加熱さを増していくことになる。そこで自動車の美しさを競う大会であるコンクール、デレガンスが欧米各国でかつてない機運の高まりと大盛況を迎え始めたのはまさしく必然的なことであった。フランス国内ではドービル、ディナール、アルカション、ニース、カンヌ、ブローニュヌ森など、そして国外ではスイスのジュネーブやイギリスのブライトン、 モナコのモンテカルロなどで優雅な競争が繰り広げられた。なお1928年には大富豪として知られる薩摩二郎八とその妻千代子がニースの大会に出場。クライスラインペリアルで見事に優勝を飾っている。コンコルソデレガンツァビラデステ1931のコッパ道路受賞者。そしてこの時代の中でも著名であった大会の一つがイタリアのコモコハにある。 庭園公園ビラデステで行われたコンコルソデレガンツアビラデステであった。第一回は1929年9月に開催され、2020年現在では現存する最も古いコンクールデレガンスとしてその名が知られている。しかし、第一回の開催はウォール街に始まる世界恐慌のたった2ヶ月前の出来事であり、以降は自動車生産の合理化が加速していくことになった。 それにもかかわらず、コーチビルディングビジネスは、無事に止まり、コーチビルダーたちは20年間の猶予を享受した。そして1930年代に、彼らはおそらく比類のないまま残っている、創造的な表現の高さに達する。ブガッティ、ドライエ、ドラージュ、イスパノ、スイザ、パルボラゴ、イソッタフラスキーニ、ロールスロイス、ベントレー、アルファロメオラ高級車専門メーカーが、 フィゴーニエ・ファラッシプルート、レツノールエ、マルシャン、コルシカといった名門コーチビルダーを従えて世に送り出した車輪の上の彫刻とも言えるフラムボワイアンな芸術品の数々がその証である。そのため、第二次大戦が本格化する1940年まで、この大会は継続的に開催され、そのコスモポリタンな性質と人気は依然と優れたレベルにあった。 当時の大会形式は、豪奢な衣装を身にまとった、参加女性が自動車から降りてその脇に立ち、優雅なポージングで立ち止まって審査員にアピールするという、現代のイベントコンパニオンの走りとも言えるものであった。これは、当時の曲線的な自動車デザインを、女性の曲線的な美しさとして、エレガンスという視点からなぞらえたものでもあった。そのために、大会は、 自動車メーカーやコーチビルダーのみにとどまらず、当時のファッションデザイナーにとっても自身の作品をアピールする重要な場として認識され、高級ファッションショーさながらのイベントとなっていた。ただし、その影響力の大きさゆえに、ここシャネルは女性を自動車の販売促進のために利用しているとして、その形式に対して批判的な立場を取った。女優イングリッド・バーグマンと、 フェラーリ212インテルコンコルソデレガンツァコルティーナダンペッツォ1956優勝者。第二次大戦をまたいで継続的に開催されていた数少ないコンクールの一つであり、1929年に始まって以降、1970年代までは精力的に行われていたようである。この1956年大会の様子は映像としても記録されている。 また出場者に関しては1970年代後半にはすでにクラシックカーイベントへとその内容が変化していることが確認できる。コンクールデレガンスに大きな転機が訪れたのは戦後を迎えてからのことである。ヨーロッパにもたらした第二次大戦による急激な経済交代は支配的な地位と富を謳歌していたヨーロッパの貴族階級やブルジョワジーたちにその勢力と 経済基盤を大幅に損なわせ、アンシャンレジームの崩壊を招いた。あるいは、当時の数少ない富裕層たちにとっても、激動の時代の中で、自動車に対して、資金と時間を割くほどの余裕は花肌持ち合わせて、いなかった。それゆえに、彼らを顧客としていたブガッテをはじめとする、老舗高級車専門メーカーたちは、たちまち大規模量産メーカーへ特従の変設を、 あるいは倒産という最悪の選択を強いられることになる。また技術面では、モノコックボディが業界の主流となり始めたことから、前日の状況と合わせて、コーチビルディングビジネスも大打撃を受けることになった。コンクールでレガンスの出場者の多くは彼らによるワンオフやカスタムボディであったため、その影響が大会の勢いを急速に衰えさせたであろうことは、想像に難くない。 ビラデステもその例に漏れず、1951年には無期限の延期が発表された。そして後にヨーロッパが経済の復興を成し遂げたところで、諸々の大会にかつてのような影響力や華やかさが戻ることはなく、その後の欧州には低迷期と言わざるを得ないような状況が長らく続くことになる。ペブルビーチコンクールデレガンス1955の総合優勝者。 レーシングドライバー、フィルヒルがオーナーであった。この自動車の優勝は、コンクールデレガンスの趣旨をクラシックカーイベントへと変える、その後の大きな流れを作った。ヨーロッパがそのような状況であった一方で、1950年にはアメリカで新たなコンクールデレガンスが模様された。それが、米国屈指の名門ゴルフコース、ペブルビーチゴルフリンクスで行われた。 ペブルビーチコンクールでレガンスである。その経緯は、ペブルビーチロードレースと呼ばれる、カリフォルニア州における自動車レースの開催が決定した際に、モータースポーツのより社会的で優雅な側面を強調するために、イベントの一つとして追加されたものであった。そのため初期はレースが主なイベントであり、コンクールはあくまでも余興に近い小規模なものであったという。 しかし開催するたびに参加台数は増加していき、ペブルビーチは世界でも有数の規模を誇る大会へと変化していくことになる。この欧州からアメリカへの中心地のシフトは、戦後に自動車文化のイニシアティブが欧州からアメリカへと移行したことを意味するとされ、またそれに伴って自動車の美の進言までもが同時に移行したようにも認識されている。ただし後者に関して言えば、 実際にはこの大会の優勝者がアメリカンな新型のフルサイズ高級車たちに独占されるというようなことはなく、1955年以降にはもはや以前の欧州と同じように戦前の自動車がその総合優勝の地位を独占していく状況であった。逆に1950年から1954年までの数少ない戦後車両の総合優勝者においても初回における ペブルビーチロードレース開催記念碑的なアメリカのスポーツカー、エドワーズ R-26 の優勝を除けば、残り3回は、ジャガーやオースチンヒーレといった欧州車が受賞していた。そういった意味では、この大会は、同時期にアメリカ国内で発生した他の自動車競技と比べると、ヨーロッパ色の強いものであった。 その後もアメリカ国内のコンクールデレガンスは順調に回数を重ねていき、開催地も増加していった。2020年現在まで世界で最も継続して開催されている大会はカリフォルニア州のヒルズバラコンクールデレガンスとなり、2019年の時点で第63回を迎えている。ちなみに日本では1963年に 浜徳太郎らによって第1回 CCCJ コンクールでレガンスが催されており、その後第6回までは開催が確認されている。1980年代後半に差し掛かるとヨーロッパ各国でクラシックカーへの関心がより一層の高まりを見せるようになる。各国の組織、団体でミーティングラリーイベントが大々的に取り行われていき、 アートとしての側面もより注視されるようになった。その中で、かつてのコンクールでレガンスに対しても彼らからの注目が集まり始めるのはなんだ不思議なことではなく、ましてやアメリカでは当時からクラシックカーイベントとしてすでに流星していたわけであるから、その注目度はなおさら高いものとなっていた。そこで、かつてヨーロッパ一芸やであったと言われるビラデステの大会が、 再び静かに動き出すことになったのである。復活の最初の試みは1986年に行われた。このイベントではやはり、ペブルビーチなどと同様に、新車ではなく、往年のクラシックカーが取り上げられることになった。その後は再び9年の休止期間を迎えることになったが、1995年には新たに正式なものとして開催される。その後は、 順調に回数を進め、徐々に、かつての華やかさを取り戻していった。ビラデステ2015の、ワンシーン。フェラーリ 166mm のハンドルを握る女性の、装いは、往年のきらびやかなコンクールデレガンスを思わせる。2000年に迫る頃には、ビラデステや、ペブルビーチはその地位を格好たるものにし、ロレックスや BMW といった、一流企業がそれぞれ共産。 公演を発表した。2010年代になると、コンクールでレガンスは新たな黄金時代を迎え、フランス、イギリス、モナコ、スイスといったかつての中心的な開催国での復活はもちろんのこと、他のヨーロッパ各国、またカナダ、オーストラリア、日本、インド、ケニア、アラブ首長国連邦といった地域にまで、その名が冠された大規模なイベントが開催されるに至っている。 2015年に設立されたコンクールデレガンスにおける事実上の世界選手権大会である。世界中から招待された約25人の審査員によって各国の著名なコンクールで前年に優勝した車両を8台の中からベスト・オブ・ザ・ベストとして1台が選出され、毎年2月にザ・ペニンシュラ、パリなどで発表される。審査員としてはマイケル・オブ・ケント王子、 第11代リッチモンド公爵、イアン・カラム、クリス・バングル、フラビオ・マンツォーニ、ラルフ・ローレン、ジェーデノ、中村志郎・シロ奥山・清行などの中2020年現在までに挙げられている。著名なコンクールとしては、一般的には、ファイバに公認されたイベントが格式ある国際コンクールとして認識されているが、その中でもベスト・オブ・ザ・ベストの選考規定として挙げられている大会は、 以下の八つである。そしてこれらの中でも、最も格式ある二大大会として認知されているのが、ペブルビーチとビラデステである。第1回第1回優勝者、第2回、第2回優勝者、第3回第3回優勝者、第4回第4回優勝者、第5回画像をアップロード毎年8月に1週間開催される、モントレーカーウィークの中の1イベントである。 カーウィークの最終日かつ唯一の休日である日曜日に開催されるため一連イベントのフィナーレとして認識されている。会場のペブルビーチゴルフリンクスは全米オープンが開催されるほどの名門コースであるがそのゴルフ場が1年で唯一休業するのがこの大会開催日である。現存する中で最も開催回数の多いコンクールであり規模も最大級を誇る。 会場の様子はアメリカらしく比較的自由度があり、カジュアルな雰囲気が漂うが、出場者はさすがに一級品が揃っている。1000台以上のエントリーから有識者で構成される選考委員会の選考によって約200台に絞られ、ペブルビーチゴルフリンクス18番ホール周辺に作られた特設会場に出展を許可される。木曜日にはツール・デレガンスと呼ばれるイベントが行われ、 コンクールデレガンスに出展する自動車がラリーを行う。この様子も審査員による採点の対象となる。大会形式は時代や車種の区分によって29のクラスに分けられており、その中からそれぞれクラスウィナーが選出される。つまり受賞者は29台となる。そして最後にクラスウィナーの中から試行の1台が選ばれ、 ベストオブ賞としてその年の総合優勝者が決定される。審査員数も非常に多く、主に2つのカテゴリーに分類されている。車両の保存状態やオリジナリティを審査するクラスジャッジと車両の美しさや優雅さを審査する名誉審査員である。クラスウィナーとベストオブ賞のどちらの決定にもこの2種類の審査が統合して行われる。名誉審査員には 日本人も含まれ、元日産デザイナーの中村志郎や、ゲームソフト、グランツーリスもシリーズの制作者である、山内和則が参加している。EN、リストオブペブルビーチコンクール D、エレガンス、ベストオブショーウィナーズを参照。2020年現在、現存する最古のコンクールでレガンスである。規模の大きさは、ペブルビーチに劣るものの、その格式の高さは、 ペブルビーチと双壁をなすもので、こちらの方がさらにエレガントとも言われる。大会は土曜日と日曜日に分けて行われるが、土曜日は出展者関連の人々と世界から招待された審査員、そしてメディア関係者のみに限られるというのが、そのエクスクルーシブな雰囲気を有するゆえんである。もちろん日曜日には一般開放され、誰もが出場者を観覧できる。 エントリーされた200台の中から約50台が厳選されるが、それらはすべてファイバの認定賞を有した由緒ある車両である。大会形式は、ベストオブ賞、デザインアワード、そして16歳以下による投票賞とクラス AH に分けられた8つの賞、またスポンサーなどによる賞がいくつかあり、それぞれに1台が選出される。ベストオブ賞は、 13人の審査員投票によるものと、土曜日の招待者投票によるもの、日曜日の一般来場者投票によるものの、計3つの章に分けられ、審査員投票によるものは、トロフを BMW グループ、土曜日の招待者投票によるものは、コッパ・ディ・オロ、日曜日の一般来場者投票によるものは、トロフを BMW グループイタリアとそれぞれ表記、される。デザインアワードは、 最新のコンセプトカーやプロトタイプに対して送られる一般来場者投票による賞である。クラス AH ではそれぞれのテーマに沿った自動車が審査員によって2台ずつ選出される。16歳以下による投票賞は16歳以下の一般来場者による投票でトロフを BMW グループラガッツと表記される。スポンサーなどによる賞は来場したその招待者らの 投票によってそれぞれ選出される。自動車評論家の小林翔太郎は、生前にこの大会の数少ない審査員の一人として参加していた。EN、コンコース D エリガンザ、ビラデステリスト・ーブ・ウィナーズを参照。ありがとうございます。